さあさあさあ皆さん、ワンダホイワンダホイワンダホイハルコです。どうも、今回もつけていきましょう。アップデート情報。さあ、毎回恒例ワンダホイチャレンジ。今回は達成できるのでしょうか。うん、瞬殺でした。さあ、続いてプロサガネクストの作品。今回、高猫少年さんのそうだったということで、これ聞いてみたんですけど、めちゃめちゃ難易度が高そうでした。そして続いてこのトリックワンペイントのゴースト。ゴーストめっちゃ可愛い。そして男子も可愛い。いや、待って。いや、もう本当もさ、いや、もう100秒じゃ何も語れない。あと、佳作が神なんですけど、試着でいいからなんとかなりません。そして草薙姉ちゃんのバースデーが7月の24日にありますよということでありがとうございます。そしてタイムマシンのついて MV 行きます。ありがとうございます。そしてケムさんの曲追加キャンペーン実装ということで1曲目がこちら。あーこれやばい、普通に実装は神なんだけど、いじめられる気しかしない。そして、月最後の告白も追加ということで、もう本当にありがとうございます。万波打物。夏城高明さんと令和2度イベントは6月30日から始まります。よろしくお願いいたします。そしてもう一つの書き下ろし、ポリスピカデリさんとビビダートスーパーチャポポポポポということで楽しみですね。はい、そして毎回のようにアニメートのグッズのことをなんかやってる気がしますから、でもなんかサマーフェアが開催されます。よろしく、明日バイバイ、イエーイ。そして、日見た星空、オリジナルグッズ販売ということで、これ欲しいな、すごい。もう可愛すぎて、もう目に刺激がすごい。そしてなんか24時間の動画をなんかすごくなんかぶっ飛んだことするっぽい。そして皆さん、これがやばいですね。7月6日火曜日からローソンとプロセカのコラボですね。ありがとうございます。なんとなんと、プロソンとローソンとあれが負けないんだけど、いやすごい。司くんがいる。司くんにエルチキを取ってもらいたい。切実すごい切実てか唐揚げくんレギュラープレゼントって神運営。